専売局のタバコは政府の財源となっているのに高いというのでなかなか売れません。これは安い市政タバコが町にはびこっているからだと、新潟ではとうとう闇タバコの製造所を見つけ出しました。材料もなかなか豊富にあり、設備も一応行き届いたものです。闇タバコの本場大阪には偽物ピースをはじめこんなに色とりどり。そこで3月15日街頭闇タバコの一斉取り締まり。捕まえてみると闇タバコ屋さんにはことに女の人や子供が多いようです。